アンゲリカ・カウフマンによる肖像画。初代ブレダルバーン公爵ジョン・キャンベルは、イギリスの貴族、軍人、政治家。コリン・キャンベルとエリザベス・キャンベルの長男として、1762年3月30日に生まれた。1772年3月30日に、父が死去すると、カーウィンの辞書を継承した。ウィンチェスター・カレッジで教育を受けた。 1782年1月26日に園籍に当たる第三代ブレダルバンホランド伯爵ジョン・キャンベルが死去するとブレダルバンホランド伯爵位を継承した。1784年2月19日、王立教会フェローに選出された。政界ではホイッ党に属し、1784年から1806年までスコットランド貴族代表議員を務めた。 1806年11月13日、連合王国貴族であるパースシャーにおけるテーマスキャッスルのブレダル版男爵に除された。1831年9月12日、同じく連合王国貴族であるオルメリー伯爵とブレダル版公爵に除された。1793年にフェンシブル連帯を編成した。また、1795年1月10日に、 ホースター隊員の独立不評中隊のエンサイニへの辞令を購入した。イギリス陸軍では1795年1月27日に第116不評連隊の中隊長になり、同年4月25日に第78不評連隊第1大隊の詳細の辞令を購入する形で、昇進7月11日に自身の編成したフェンシブル連隊の隊長に就任するとともに、 正規軍での軍会も中佐に昇進した。1802年5月11日に大佐に昇進。1803年に王立パースシャー第二主眼兵旅団のブレダルバン、大隊の隊長に就任した。その後に半急になったものの1809年10月24日に少々に、1814年に中将に昇進した。1834年3月29日に、 テーマス上で死去、息子ジョンが爵位を継承した。1793年9月3日、メリルボーンで、メアリーターナーギャビンと結婚、一男二女を設けた。ありがとうございます。